ちょっと単純なんですけど、就任のご感想みたいな感じですか？そうですね、すごく光栄に嬉しく思っております。やっぱりパリコレっていうのは世界のコレクションの中でも特別な存在だと思っているので、そのパリコレのアンバサダーということで非常にやりがいを感じます。まあ、やっぱり特別な存在っていうのはすごくあって、10代の頃からずっと行ってるコレクションなので、いろんな思い出もありますし、やはり目指すべき場所であったので、こう自分の中で、まあ、本当に特別な存在ですね。ファッションの本場っていうイメージはありますよね、パリっていう自体は。でやっぱりクチュールもありますし、他の国のファッションウィークと比べて別格っていう感じですかね。これからファッションっていうものがどういうふうになっていくか、今変革の時を迎えているんじゃないかなっていう感じはしましたね。これから先ファッション の意義だったりとか、こう地球環境のこともありますから、それを踏まえてどういうふうにファッションをみんなに伝えていくか、やっぱりこういろいろ皆さん試行錯誤されているのかなっていう感じはありますね。人が集まるっていうのが難しい中で、どういうふうにコレクションを発表していくかっていうのはすごく皆さん考えたことだと思いますし、もうやっぱり本当に言うように仕方ないことですから、その仕方ないことの中でもできるだけ世界観を伝えていくこと、今何を伝えたいのかっていうことをどう表現するかっていうのは皆さんすごい考えてのことだと思います。